OK、まずはショートアルバム、ハズレくじ。OK、ブラ。OK、それではビートを聴きましょう。DJ スコー。オッケー、次のビート行こう。一本目、小説は8の4か16の2。16の2で。16の2。オッケー、先行外れくじ、高校村。DJ スコー、Run it!いやどこまでやれるかわからないけれど、俺が外れくじ分からせていくよ。俺のテクストまた ECSL の俺のスタイルなら見せても行くよ。8から16繋がる気持ち、どっからどこまでやれるか、俺はここにかけた気持ちがあんだ。あんたもそうだな、あんたがったどこさ、でも関係ねえ、俺がまたこっから見えるスタイルどっから、俺やり方様々、見える答えはバイブス満タンモンスター。よ、俺が外れくじ長崎代表2018悪夢の再建、また繰り返す答えはどこで、知らねえの弁当で。 いや悪夢の再建二度と起きんや、お前はきビビってんじゃねえのか。お前の外れというそのまだこの中にある心臓の感じ、俺は鏡を見ていたら昔の自分を見ているようで、昔は生きていたが2枚3枚も俺は向けてった。そっから首をサラサラ洗った、首サラサラ俺綺麗だぜ。そのまま全然上昇している、火の粉を散らす登り流フェッセ、関係ねえか関係みたいに遊んでいこうか、こいつはアッパーヤード、歴史的なセッション見逃すなよ。オーライ、今日さらさらまともにやるつもりもねえ、俺のスタイルで上がってけ、答えをしっかり見せてく滑り止め、お前らの心キャッチして、俺のやり方が分かってねえ、あからさまだって俺の勝ち、青が光りまたもブルーライト、俺上まで上がるブルードラゴン、また答えと答えつなぎ合わせた、つけはぎだって糸だけも見えた、透明に見えた答えが今はこの場所だってある答えなので、鏡に見えた自分に負けてる気分はどうですか村さん、分かってねえな後輩下克上、ヘイポキソクソマドボーイ。20代の話、俺は30代になってるし、ブルーアイズドラゴン、お前いつもレッドアイズだろうが、ふざけんなよマドボーイ。いやお前の髪マジ食ってるよね、俺の目はピカピカだけども俺は知らんさ、アルコールうまい酒でも飲みてえ底辺みたいなやつら調子はどう、俺2年と3年前アルコールに飲まれてまずい酒しか飲んでねえ、クソマラバッカー、そっから帰り咲くために来た、一つの花は帰り咲いた、醜い花かもしれねえな、それでもお前らのプロプスを受け取った。終了。いや、OK、 それでは勝者を決めましょう。先行ハズレくじがヤバいと思ったやつ、高校村がヤバいと思ったやつ、まずはハズレくじ。それではジャッジの方に行きたいと思います。 Ready ジャッジ、勝者ハズレくじ、イエーイ、村にも大きな拍手。